皆様お待たせしました。ただいまから14時のイベントを始めます。それでは特別ゲストをお呼びしましょう。くまモン、わー嬉しかね。くまモン、よいしょ。ちょっとねご挨拶をさせていただきたいと思います。シャキーン、こんにちは。ありがとうございます。お、拍手がもっと欲しかったと。わー嬉しかね。今日は暑い中ですがね、しっかりお勉強してね、うん、役立てていきましょう。それではよろしくお願いします。くまモン、こんにちは。今日は暑い中来てくれてありがとう。今日はここで肝臓の病気についての展示をしているんだけど、くまモンは肝臓の病気って何か知ってる？難しいよね。それじゃあ今日は熊本大学病院の田中康人先生に来てもらってるので教えてもらいましょう。田中先生、ステージをお願いします。熊本久しぶりです。1年ぶりです。熊本にはですね、1年前にも聞いたことがあります。熊本、肝臓どこかな？肝臓はどこにありますか、くまモン？どこですか？去年も、惜しい、くまモン。もう一声、当たりました、くまモン。右側なんですね、肝臓は。はい、皆さん、ありがとうございます。くまモン、1年ぶりなんですよ、私お会いするの。本当久しぶり。元気でした？暑いね、くまモンね。暑い。ちょっと今日はですね、皆さんと少し肝臓の勉強したいと思いますので、お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします、皆さん。はい、ちょっと少し皆さんにもですね、図で見てもらおうと思いますね。はい、肝臓って何するか皆さんご存知ですか？肝臓、くまモンは知ってるかな？あ、くまモン、こっち来いって見えるかな、皆さん。一つはですね、食べた後の代謝をするんですね。食べた後、皆さんのいろんなものを食べますよね。脂肪、くまモン何が好きかな？脂肪。タンパク質好き？お肉好き。甘いもの好きですか？ああ、みんな好きですね、くまモンね。それを代謝してくれるのが肝臓なんですね、一つ目ね。もう一つ、お酒たくさん飲まれる方、ああ、いっぱいいますね。お酒は実は毒なんです。でもちゃんと肝臓がですね、守ってくれる、解毒って言いますね。あとお薬飲まれる方いますか？薬いますよね。お薬もです、そのままだと毒なんです、実は。それを解毒してくれるね。クマも薬飲まないよね。飲まない、元気だからね、飲みませんね。はい、もう一つ、胆汁ってご存知ですか、皆さん？胆汁、あ、知ってる、うんうんっていう人いますね。胆汁、赤血球って知ってますか、皆さん？赤血球、ちょっと血液の検査さっきした方もいらっしゃると思うんですけど、血液はですね、壊れてビリルビンっていうのになるんですね。それをこの胆汁っていうのがですね、流してくれるんです。きれいに流してくれるんですね。そういう役割をしてます。クマも分かったかな、肝臓？ちょっと分かりましたかね。じゃあクマも、はい、肝臓の病気にはどんなものがあるか、肝臓病の原因は何かあるか知ってるかな？難しいね、くまモンね。ちょっと私から説明していいかな、くまモン。裏返しかな。あ、一つはですね、今日先ほどイベントさせていただきました無料で検出、ウイルス検査できるって言いましたね。ウイルス肝炎、これがとても重要なんですね。もう一つ、今日くまモンに1年前にも言った脂肪肝、知ってる、くまモン？知らないかな、くまモン知らない？去年聞いたじゃん。去年聞いたよね。お腹もで、なんかね、あれね。で、今日ちょっと脂肪肝のお話をこれからちょっとしたいと思いますね。くまモン忘れちゃったな。くまモン、お酒飲む？飲まないね。
はい、一つはお酒が原因なんですね。もう一つは、はい、あ、メタボ。皆さんなんかくまモンに集中してますけど、いいですか、メタボ。あでですね、今日私たちが、あらら、ちょっと怒っちゃったかな、メタボ、ね、メタボっていうのはですね、まあ、あの簡単に言うと肥満のことです。肥満ね、ね、くまモンばっか見られてるけどね、あのメタボチェックっていうのがあるんですね。メタボメジャー、はい、誰か持ってないかな、メタボメジャー。あ、持ってきてない、メタボメジャー持ってきてください。これをですね、今日皆さんにプレゼントしたいと思うんですね。メタボメジャーという非常に優れたものがあってですね、これはですね、はい、ちょっと持ってきてもらいますね。熊本に一番必要よ。はい、熊本に一番必要だね。ちょっと少し待ちましょうかね。ちょっと近く、あ、でででで、逃げちゃったね、熊本。あらららら、じゃあ、まあ、代わりに私がこんな感じ。これですね、実はあの、メモリがついてます。あ、ここにですね、男性だとね、85センチの腹囲。これがメタボ。女性は何センチかご存知かな？90センチなんです。まあ、熊本はちょっと、もうちょっと多いかな？もうちょっと少ないかな。あ、痩せたね、クマモン。あ、ねえ、実はちょっと1年前と比べたらクマモン痩せたかなと思ってるんですよね。なんかね、クマモン、あら、なんか、横向いてよ、横向いて、クマモン。あれれれれ、いや、本当にクマモンありがとうございます。本当に付き合っていただいてね。あとちょっと一つだけですね、今日皆さんにティッシュを配ってます。ティッシュ、ちょっとお手元の先ほどですね、お配りしたティッシュをちょっと見ていただきたいと思います。これはただのティッシュじゃないんです。今日ご参加の方にぜひちょっと見ていただきたいことがあるんです。これちょっとなかったらですね、後であのティッシュケース配ります。これが書いてあります。皆さんスマホお持ちですよね。スマホで、あ、びっくりしたです。クマも知ってる、これあなたの肝臓の硬さを教えてくれます。肝臓硬いかな、クマモン。硬いよね、多分。硬くないかな、硬くない、硬くない、硬くない、柔らかい、柔らかい。クマモンって柔らかい。この硬いかどうかをですね、皆さんスマホでこれもし取っていただくか、あるいはティッシュを今配ってます。ティッシュ受け取ってください。ティッシュにね書いてあります。スマホでアクセスしていただいて、皆さんが肝機能とかね持ってると思います。検診受けてると思うのでね、これを入力していただくだけで脂肪肝のですね、肝臓の硬さが分かるという非常にあの簡単な検査です。これ NHK でも取り上げられました。HIV-4 インデックスっていうんですけどね、NHK でも取り上げられましたので、ぜひ皆さんやってみてください。家族の方、あるいはあの周りの身の回りのお知り合いの方にぜひともやってみていただきたい。くまモンもやるよね、後でね。ね、後でやってもらおうかね。ありがとうございました。